みなさん、こんにちは。しゅりみちゃんねるしほです。はい、ということで、今回はね、中学校にね、入学して、約1週間だったということでね、ちょっと今回は、中学校のね、お話をしていこうかなと思いまーす。いや、めでたいですね。おめでとうございますって今頃、画面の外でね、多分言ってくれてると思うので、感動したいと思います。みんなありがとう。ということで、中学に入学しまして、もう制服毎朝着てね、もう学校に行ってるんですけども、もううちの制服超ダサくて、もう本当にダサいみたいな。どっちかというとジャージの方が可愛いんですよ、うちの学校。ジャージがそう。めっちゃ可愛いみたいな。まあでも、学校では、制服で教室に入ったらすぐお着替えみたいな。すぐジャージに着替えましょうねって感じなので、もう制服いらないですね、ぶちげ。はい。そのぐらい、マジで、本当にずっとジャージで過ごしてます。はい。そうなんだから、まあ、ぶっちゃけいいかな、感じですね。で、友達ですかね。友達は、できました、正直。出席番号が近い人からどんどん話しかけていったんだけど、そう、もともと同じ小学校の、子とかも同じクラスにいて、もう本当にね、結構話しかけられてるんじゃないかなって思いますね。はい。あとだから、4月までには全員の顔と名前を一致させて、お話できるようなね、関係になっていけたらなって思ってます。もうマジで友達作り大変だね。もう6年間そう、なんていうの?知り合い?クラス替えとかがあっても、知り合いっていうか見知り合いだったから、そう。どういう人かなっていうのは分かってたんだけど、やっぱ中学校になると、なんか全く知らない人がいるわけじゃないですか。先生もだって全員知らない人だし、疲れるね、初日はって感じ。もう初日か、割れました、すいません。初日から本当に、もうマジ疲れた、みたいな。うん。結構体力的にはしんどかったですけど、無事、慣れました。もう今日全然なんか疲れてなくて、もう、あはハッピーみたいな感じです。はい。本当に。はい。でね、クラス離れちゃった友達とかもいるので、よく遊びに行ったりもしてるんですけど、はい。ですけど、私の校舎っていうのかな?学校の校舎がすごい、特殊っていうわけじゃないけど、新校舎と旧校舎があって、そう、分かれてるんです、校舎が。で、私、旧校舎の、古い校舎の方なんですけども、新校舎には、昼休みっていうかなんていうのかな、長い休みの時間でしか行っちゃダメみたいな感じになってて、それが普通の休み時間は、旧校舎の1から5組までしか会えない。6から9かな ?9 組あるんですけど、6から9までの子たちとは会えないみたいな感じで、昼休みにね、みんな、も遊びに行ってますよく。なので、はい。それで、でも休み時間もルールがあって、そのあんまりね、廊下でねたむろしちゃいけないみたいな、教室に入ってはいけない他のね人のみたいな感じのルールがあって、いろいろ厳しくて、あんま友達とはしゃべれてはないんですけど、まあね、クラスの友達と仲良くなるって分にはいいかなと思ってるので、全然大丈夫でした。本当に。マジでね、小学校と全然変わらないと思う。今のところは。これから部活とか委員会とかがいろいろ始まってくるので、そうだね、始まっちゃったら、マジで疲れた、大変かも、みたいな感じになるのかもだけど、私結構好きなんですよ、そういうの。頑張りたいなって思います。もうマジで楽しみ。うん。それでね、先生?そう、さっきも言った通り、先生はマジで誰も知らなくて、そう。で、まだ名前と顔も一致してない状態なんですけども。そう、担任の先生がね、そうなの、男の先生で、今年、毎年そうなんだけど。4年生の頃からずっと男の先生なんですけど、うん、すごいね、そう。なんか、第一印象は、すごい、なんか、優しい先生だったんですけど、今はなんていうのかな、うん、普通にいい先生です。はい。
のでよかったんじゃないかなと思います。でね、これからその1年生の先生って教科別になってるじゃないですか。なのでいろんな先生とね触れ合うっていうか関わり合うと思うので、ちょっとね先生たちとのねもういい関係になれるように頑張りたいなと思います。すごい目つけられるとこ嫌なので、初日から初日の授業からもう志保お前は問題児だみたいな感じのちょっとね目をつけられたくないので、ちょっとね授業をちゃんと受けたいなと思います。いや今まで受けてた真面目に受けてないわけじゃないんですけども、ちょっとね好印象になるように頑張りたいなと思います。どうやったら好印象になるんだ。あと部活ですね。部活は明日見学があって、ちょうどガイダンスみたいな感じのね。そうで明日からそう部活見学があって、もう部活入れるのかな明日から、わかんないけど、そうそう、だからこれから決める感じなんですけど、運動部に入りたいなって思ってます。とりあえずは、はい。ちょっと前髪長いね、ごめんね、ちょっと切るわ今度。運動部に入りたいなと思ってます。話戻しますけど、そう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 。で委員会は今日決めたんですけど、放送委員になりました。お昼の放送とかね、帰りの放送とかを務めさせていただきます。はい。けどぶっちゃけまだね何するか分かってなくて、放送も今日決まっておめでとうって終わったから、その委員会のその役割っていうのかな、マッチで分かんない。皆さん教えてください。はい、かゆっ、疲れた。あと何の話を、あ、テストで、私2日後に実力テストが迫っています。マジでやってるのね。ちょっと学校側マジでやってるんだけど、本当にね早すぎって感じ、テスト。あ、けど先輩からの情報だから本当かは分からないんだけど、多分本当今回のテストは、なんか成績に含まれないらしいです。らしいですよ、らしい。らしいなので。けど、やっぱさ、最初のテストはさ、ちゃんとさ、小学校の問題だから、ちゃんといい点取れると思うので、今ちょっと猛勉強してる途中なんですけども。そうなんですけど、マジでわからない、本当に。で、私超バカなことしちゃって、私、小学校の頃の教科書全部捨てたんですよ。そう。中学校やる、イエーイ、JSS じゃなくて、JC とか言いながら、教科書捨てて、調子に乗っちゃってね。それで、教科書捨てたんで、復習ができないと。なのでね、本屋に行って、中学準備みたいな感じの、小学校の総復習みたいなやつを買って、今やってるんですけど、全然わかんない。でもこれ教科書とかじゃないから、答えしか載ってなくて、やり方が載ってないんです。マッチでどうしようみたいな感じですね。だからあと2日しかないんで、もうね私の実力でやるしかない。ちょっと頑張りたいなって思います。そうなんよね、本当に私ちょっと頑張ります。ということでね、まあ結構バラバラっていうかね、ごちゃごちゃしちゃったんですけど、以上ね、中学校のお話でした。ということでね、友達もできたし、先生も面白い人、優しい人ばっかだし、ね、すごいね、いいスタートを切れたんじゃないかなって思います。ということで、それでは、バイバーイ。あー、無加工キッズ。